それはそれは名医と名高い耳のお医者さんがいました。とても腕のいいお医者さんでしたので、耳が聞こえにくくなったという人がここに来てすっかり治った、そんな話は数えきれないほどでした。ある日のことです。お医者さんは夕方の診療を終え、看護婦さんを返し、小さな診療室にたった一人きりでした。四角い真っ白な診療室が夕日に照らされて赤々としています。その時です。後ろのカーテンがシャランと揺れて、突然甲高い声が響き渡ったのです。先生、大至急、大至急お願いします。後ろを振り返るとカーテンのところに少女が一人で立っていました。少女は片方の耳を手で押さえ、髪を振り乱し、まるで地の果てからでも走ってきたかのように荒い息をしていました。一体どうしたの？どこから来たの？海の方から。海の方から？そう、ではバスに乗って。うん、走ってきたの。ああ。お医者さんはすり落ちた眼鏡を上に上げながら目の前の椅子を指し示し、そんなところに立ってないで、ほらこっちに来てお座りなさい。そう言うと少女は真っ青な顔で大きく目を見開き、毒を飲まされた子供のような表情で椅子に座りました。それで一体何があったの？お医者さんはいつものように手を洗いながら聞きました。あのね、私の耳の中に大変なものが入ってしまったんです。それをすぐに取ってほしいんです。お医者さんはそれを聞くとおもむろに立ち上がり、戸棚からピンセットとガーゼを出しました。その間中も少女は早く早くとせき立てますけれども、お医者さんはとても落ち着いていました。きっと小さな虫でも入ったんだろう、今日もそうに違いない、そう思いながらゆっくりと座り直し、それで一体何が入ったの？あのね、秘密です。秘密？お医者さんは顔をしかめて少し怒ったように言いました。秘密ってことはないだろう。そんなことを言ったら治せるものも治せないじゃないか。すると少女は困ったような悲しいような顔をして、だから秘密が私の耳の中に、決して聞いてはいけない秘密が飛び込んできたんです。早くそれを取ってほしいんです。取らないと大変なことになるんです。日が沈んでしまったらもうおしまいなんです。お医者さんは目をしばしばとさせました。こんな患者は生まれて初めてだけれども、こういう時はゆっくり話を聞くことだ、そう思い直して、それで一体どんな秘密が入ったんだい？あのね、私の友達が、私の大切な友達が鳥なんだっていう話、魔法にかけられたカモメなんだっていう話。
さんは妙な返事をしながらも、その話もう少しゆっくり聞かせてくれないか。夕暮れまで、日が沈むまでまだ30分ほどあるし。僕はメイなんだから、そんな秘密の一つや二つすぐに取り出せるさ。お医者さんは少女の話をゆっくり聞けばすぐに帰ると思っていました。すると少女も素直にこんな話をしたのです。その少年と初めて出会ったのは夕暮れの浜辺でした。少女は浜辺近くの小さな貸しボート屋で働いていたのです。家族がいたようにも思うのですが、昔のことは何も思い出せないのでした。少年はその美しい、そしてどこか懐かしい灰色の目で、何時間もの間ただ海を見つめていました。そして次の日から毎日ボートを借りに来るようになったのです。大抵昼過ぎにやってきて、夕方前にはボートを返します。そのうちボートを返すと少女の仕事を手伝うようになりました。ボートの中を掃除したり、杭に縛り付けたりする仕事です。仕事が終わると二人で浜辺で貝を並べたり、ほおずきを分け合ったり、花火をしたりして遊びました。いつしか少女は少年が来るのを楽しみに待つようになりました。そして時間が経つにつれ、二人はとても仲の良い友達になったのです。それからしばらく経った夏の初めの頃です。少女はその少年が浜辺近くの貧しい小屋に住む天の息子だということを知りました。少女は大層驚きました。なぜなら天はひどく年を取って見えましたし、それにずっと一人暮らしだと聞いていたからです。天のその茶色い肌はしわくちゃで、そして目は落ちくぼみ、まるで老婆のようでした。近頃では海に潜るのをやめ、漁師から少しばかりの貝や魚をもらっては町で売り歩いていると、そんなことを聞きました。